はい、えい、ー、レック専人講師の宮口聡と申します。どうもこんにちは。どうもおはようございます。どうもこんばんは。はい。えー、本日はですね、ちょっとマスク取っていいですか一人でやっちゃうもんだけどね、一人相撲的にやってるから、ね、今日は縁起も担いできますよ。ね、マスクもこれ、ほら。 ねダルママスクねそして、えー、あのダルマネクタイ中ことでねちょっとこうすいませんねあこうすればいいのか、えー、ダルマネクタイにダルママスクということで縁起物でございますねよーしということでさそれでねまあ私のあ今日はねこれですわ、うん、エルゼミスペシャル中のが 8月8日の月曜日、19時から開校されます、えー、約8ヶ月間、じっくり、えー、指導してまいります、えー、私と、それから、弁理士受験指導会の佐田正さと呼ばれる安斎優が、タッグを組んで,です、ねえー、皆さんのお合格をお導いていきたいなと。 このように思っております。はい。えー、まずですね、あのー、これ重要ですね。本ゼミの申し込みにはウェブエントリーがあー必要です。7月26日13時まででございます。ね、ここにあの、あ QR コードもありますしあー、URL もあります。ね、あとは何 お,おでと香港窓口お電話メールなどの応募は受け付けておりません必ずエントリーフォームよりご応募くださいと選抜結果7月27日17時頃にあ上記サイトで発表予定です選抜された方ねまあ大体選抜になるんですよ結構あのー、大人数あエントリーされてい いただいております毎年ねまあなので、えー、どうしてもそうなってしまいますまあ値段もねあーの二十四万七千五百円ということではあるんですがまあ回数も三十三回だしねあのー、ほぼ毎回添削付きなんですよそこがあ大きいでまあねあのー、まあエルゼミスペシャルはどうかな安西先生も紹介してるからまあ あの一応私も言っていましたが、エルゼミスペシャルは宮口講師が受験生時代に苦手だった論文を短く書く手法で克服し、成績を伸ばした経験をもとに合格できる答案作成方法、宮口スタイルを、えー、伝授する論文特訓ゼミナールです。こう実績の秘訣、実績あるんですよ、本当ね、まあ、実績なければねあの、はい、今年で終わりですっなってるんですけど、も もう1516年、うん、ぐらい続いてますね。うん、はい。えー、簡潔に書くその手法だけでなくより個別指導に近い形で行われる行き届いた添削指導長年の受験指導によって精錬された宮口スタイルにその書き方を受け継いだ安西講師によるきめ細かなサポートが加わったダブル講師体制ね。 あの刑事ドラマ相棒みたいな感じですよね。えー、受,験体受験生を合格へと導いていきます。レ、ね、ッスン1。短く書いて高得点を取る。皆さんがお勤めの会社や事務所におけるできる人の文章を思い出してください。できる人ほど例外なく説明が短いはずです。便、え、利、ー、試験の一発合格者の答わも短いです。 本ゼミでは読み手にポイントが伝わりやすい簡潔な合格答案の書き方を伝授します。はい、レッスン2前半は肩重視ね。あ前半というのはねあの、スケジュール冊子を見るとあ前期後期ということで分かれておりますが、ね、この前期7回を指しております。はい、で前期は肩重視ね。肩というのはあの あ手紙で言うとね全略早々背景景具みたいなね定景具みたいにあこういう問題が出たらこう書くぞみたいなものがあるんですよまあそれをこう伝授して皆さんにあの身につけてもらおうかなと思っております後半は現場思考力を重視します本ゼミ前半では答案は一度復習して 完成度を高めてからあ提出してもらいます。それを私が添削しフィードバックすることにより合格答案の方を着実に身につけてください。えー、後半の私が担当する会はその場で書いた答案をその場で提出してもらいます。本番に、えー、近い形で実施しあ到達度を確認するのが狙いです。 あ、そしてもちろんブレることなく短く書いて高得点を取るための添削をしますね。えー、まあ、あ何て言うかさ？さあ、前半と後半でなんか添削あ答案の出し方が違うんですけど、まああのその場で出した人は出してもいいですよ。あの前半であってもね。うん、ある程度皆さんのニーズに応えたいというところが、やっぱり主眼としてあるのでまあ、ゼミですからね。 あゼミらしくやっぱり皆さんのニーズに応えていきたいなと思っておりますからああの後半はね、まあ、その場で出してもいいし、まあ、逆にあの、うん、出来が悪すぎたらね、えー、次の週あの復習してあ十分にねあのよしと思った段階で書いて出してもいいですよ、うん、まあそれはあ,のある程度ね自由度が高いですレッスン3 出資問題にも強くなるはい現場で考えて何とかなる事例,事例問題とは異なり出資問題は知らなかったら終わりですわ例えば国内優先権制度の出資を述べようとはね知らんかったら終わりでしょしかも暗記したものをそのまま再現すると答案のバランスが崩壊し時間不足に陥る危険もあるんですねで本ゼミではゼミ交渉の折り返し地点であそういえばねあれがあったんだよ指がねせっかく指があるんだからこれをはい これを活用させてもらいますね、はい、現場で考えて何とかなる事例問題とは異なり趣旨問題は知らなかったら終わりですしかも暗記したものをそのまま再現すると答案のバランスが崩壊し時間不足に陥る危険もあります本ゼミではゼミ後期の折り返し地点で趣旨対策の特別講義を行い特別講義、まあ、特別講義という 名前ではなくて、まあ収支対策編、収支対策講義1、収支対策講義2という感じです。はい。まあ年末年始だね。ああ、この日程を見る限りは年末年始道場って感じだね。<laughs> ああ、これね、あの俺がこのパンフレットで、えー、まあ自分が教えるところをピンクで塗っておきますから、ね。 ああピンクピンクしとるところが俺やわ、ね、まるでピンクパンサーやねおいーであの、まあ、前期は俺が全部あ担当いたしますが後期はねあ徐々にあの安西先生が進出してまいります、ねえーまあ、私はあ、まあ、3回に1回ぐらい登場してる感じかなあでもあの一行問題趣旨対策、まあ、これはあの2コマ連続でいきたいなと。 思っちょりますわ、えー、でそこではね何をやるかちゅうともうねテキストがしっかりしとょるんですわちょっとテキストをお見せしましょうかその一行問題とやらをね、まあ、例えば特実でいきますとですねちゃんとあのほら条文があってまあこんなのねあ釈迦に説法だと思うんですけどまあやっぱり論文まあ一条から条文は始まりますけど論文であのー 出始めるのはこういうね、特許保険ですよね。二十九条とかね。で、ほら、趣旨もねあ、特許法の目的が産業の発達にあることからとかね。えー、で、私の授業はあのカラフルですので、ね、あーあの緑、これ趣旨は緑ですわ。こ,れはこういう感じでやっていきますからね、カラフルに。ああ、その前に私の特徴も言っておきますか。ね、私のほらあ、講義の特徴ね。 あ日頃から出とる人はねあ分かるんですけどもちょっと初めて受けてみようかというあ方もいらっしゃるでしょうからねまあ長年の合格実績20年以上教えてますからねレックでねレック一筋ですよあの全く裏切ることもなくねあの点々と、ね、渡り鳥のように、えー、いろんなところで掛け持って教えるみたいなね まあそういう中途半端なことはしないです。ええー。まあ仁義を重んじますから私は。えー,あーではっきりした口調ですね。これはもうあ今のこのプロモーションビデオからもね分かると思います。あのスピードもねそんなにこう早口言葉ではなく聞き取りやすいスピードでもって、えー、はっきりした口調で教えていきます。 あとこれはまあ眠くならないというのは俺が自分で思ってるんじゃなくて受講生からの感想ですわねまあなぜかわからんけど眠くならないらしいですねええー、はいで質問に対して誠意を持って答えるとまあ当然のことなんですけどねまあ講師としては当然のことではあるんですよええー、しかしまあそのなんていうかいやこれは嫌な質問やなとかね あそういうその仕草というかまあひょ表情というかねまあそういうものはやはり、えー、受講生にも伝わってしまいますので、ね、こっちとしてはどんな質問であっても誠意を持って答えるという,う一貫した姿勢をねあ出していきたいなと思っております。えー、ただねね正直なこことも言いますよあのこれは、ね あそんなんあんまり出ないからね今後あんまり気にせんでくれよとかね、えー、今回は答えるけどなみたいなね、えー、そんな感じあカラフルな講義ねあのレインボーね7色、はい、これはちょっとあの次のページに色の説明があ,のありますからちょっとあの一応ね日頃から私の授業を取ってる人はねなんてことないんだけどあ一応ねここでピンクは重要事項重要キーワード 大項目中項目の見出し直接事項というのは、まあ、長い問題の中でも直接聞きたいことがあのどっかに書かれてるんですよ。それをあの塗ったりしますね。で次に赤はあの基本的に、ね、ピンクのと同じ役割なんですけど、まあ、若干メリハリを出したいなという感じ例えばねあのほら、特許権と専用自主権ってさ両方とも独占履いた権じゃん。 ね、強い権利でしょ。だから特許権は基本的にピンクで塗ります。で、専用実施権も相撲に例えると大関みたいなもんじゃん。まあ、だから赤を使ったりするんだね。あとはあのピンクのインク切れ。<laughs> ピンクのピンクのインクが切れた時などにあ、まあこれはちょっとインク切れだからさ、ちょっとなんかアンダーラインぐらいにしとこうか。 ね、青かなんかのねピンクのインク切れの時は保証的にね、まあ、仕方なく赤を使いますねえー、補助的な役割って感じですかねはいで次オレンジねブラッドオレンジっていうかブラッドオレンジは赤だろあれな俺ねブラッドオレンジジュース好きなんですよええー、先生そんなことはどうでもいいですから確かにねじゃあオレンジ なお書きとか論点とか問題提起とか限定事項とか家庭的表現ね、まあ、論点っていうのは何かこうイエスかノーかはっきりしないなお書きっていうのはまあなんかついでに言っておこうかみたいなねところですよねまあ問題提起も論,論点のところは大体こういう点が問題となっているみたいな説明したりしますんでそういうところをオレンジで塗りますがねはいじゃあ黄色いんじゃね、うん、黄色 カレーの好きなキーレンジャーですよ。えー、ゴレンジャーに出てくるね、キーレンジャー、カレーが大好きでしたね。はい。肯定的な具体例ね、例えばですよ、あの衣装の具体例として、まあ、置物とかね、えー、ボールペンとかね、うん、で、ダメなものとして、あの映画の一画面とかね、うん、まあ、そういうのはダメですから、ああ、そういうの、だなやつは後で、青であの塗りますよ。うん まあ黄色はね、肯定的な具体例あとね、例外の例外わかるまあ、例外の例外っていうのは、あのー、何かというとね、えー、まあ、原則をピンクで塗って、あー、あの、正し書きを、あ、一つね、例に、ああしまった、俺、法文集持ってきてないな、今日。ああしゃーないな。じゃあね、ちょっと待ってくれよ。なんか、俺が今持ってるテキストで、 なんか活用できそうなところはねえかな例外の例外でしょあ,あ例外の例外ってのはあれなんだよああ衣法のね3乗の2なんかで、えー、使えますのでああちょうどよかったこの一行問題集あのエルゼミスペシャルで使おうと思ってる一行問題集のああちょうどいいわ一行問題集の紹介にもなるからねこれ衣装法の、えー、3乗の2ですわ ね、ご存知じゃあ俺が今から土幻して色を塗るかっちゅうところをね皆さんに知らしめたいと思っておりますはいじゃあまずあの3乗の日中のはねえー、っとああ文末がねできないってなっちゃうんですわだから基本的にはあの青で塗るんですねうんはいほら あできないと、ね、あ要するにあのこういう条件を満たすと受けるコツができないよと。あでもよ正し書きでひっくり返すとねほらあ例外の例外ってそういうことよ。うん、ひっくり返しますただしあ、まあ、これ例外というわけでもないか本文に対する例外がたまたま肯定的な内容だったということですね。あ当該一生登録出願の出願人と先の一生取るの出願人とは同一の社であって。 二重上3項の規定により先の衣装登録出願が掲載された衣装候補の発行日え前に当該衣装を登録出願があった時はこの限りではあなかとおいうことですね。えー、これはね出願人同一の場合には拒絶されませんということをお言っちょるわけですわね。ええー。 でさらにそのあ黄色の中にまた例外があってですね青で塗るかと思いきやねあもう青は使っちゃりますから今度は紫もキャラメルって感じで紫を使います20条4項の規定により同条3項4項に掲げる事項が掲載されたものを除くとほらねだから黄色でいいこと言ってるのに除くって言ってるから悪いことなんだよ、ね、あのできないっつってほら悪いことを言ってね 衣装登録受けるコツができないいわけででしょ悪いことやんでもこの限りじゃないんだろいいことやん。つまり同一人の場合にはな、超絶されないんじゃけ。なほら、出願人が同一の者。ねこの限りでは中と諦って感じですよねええー。で、またねのぞくとか言っちゃるもんじゃけ。ね秘密衣装の場合は、のぞくよちゃっちゃるもんじゃけね。ねあい。どうですかいうどんですかい そばですかいにラーメンですかい。ねよいし。これで、あのー、説明もちゃんと書いちょるわな。オレ。出願人同一でないこと。つまり、出願人同一は、あの、え、超絶されないからね。えー、まあ、いいか。出願人同一は、ちょっと赤のアンダーラインね。えー、これあの、 あれですよ理由付けもちゃんと書いておりますなんで出願人同一の場合にはよあの拒絶されないんだろうかという理由付けは、ね、3つ書いておりますがなまずはね、ちょっとご祝待で太くなっているところだけ読めばいいですよ。製品全体、今後の部品の順に順次デザインが決定されていく開発実態に合わせて出願できるようにする。うん で独自性の高い部分のみ模倣するといった模倣に対抗できるようにするためですね。えー、ーそれからね、開発、あここまでなんか塗った方がえい,いな、開発実態に合わせて出願。はい。えー、それから同一人の場合には、あー権利の錯綜の問題が生じない、まあ自分対自分の戦いですからね。えー、だもんだから、あー えー、洗顔衣装のあこれはちょっとピンクでいこうか洗顔衣装だからね洗顔の、えー、衣装広報発行の、えー、でここからキーレンジャーですは日前に同一人が出願した抗がの部品の衣装または部分衣装についてあ本上の規定によりあ拒絶されないこととしたものであるという青本の、ね、あ理由付けをこう忠実にあ再現しておると。 このようなあわけであります。ええー。でね、なお正し書きの規定は、洗顔がはい、上、えー、秘密衣装である場合において、えー、秘密機関の経過後に掲載される衣装広報派の発行備前までも、はい、紫です。秘密衣装はね、紫芋のイメージなんでね。あ、ちょっとこれ、インク切れ起こしますね。ほら。 死亡、もうなんていうか瀕死の状態ですね。ということで、あのー、今日でこのあ蛍光ペン、おさらばでございます。ねはい、じゃあ後で、あとでちゃんと儀式を行いますから、ねちゃんと今までお世話になった儀式を行いますからね、じゃあ、ピンチヒッター、あーこれです、えーえー、これ、紫ですね、スタビロボスさん。うん で、同一によるあ抗がんの出願にかかる遺症について、一生登録を受けることができることとするものではないと。ね、ああこれはね、だから同一による抗がん。ここだけちょっと黄色ね。あ同一人だから。でもあ、同一人でもダメだよって言ってるんですよ。ダ、え、メ、ーね、やぞと。で、理由が書いてあります。 えー、ちょっと見,見ましょうかあ理由はね、あのー、俺がね教えますからあのこうやって「実質延長決てがけねん」っつってねこれ真面目に言ってみようか一回。 仮にこれを認めた場合秘密の期間は最長3年であるため長期間にわたる、えー、後日出願が可能となり、えー、実質的に洗顔の衣装権の権利期間を延長することにもつながる懸念があるまた洗顔が長期にわたって秘密とされている間にさらに洗顔の一部の衣装について衣装登録を受けることができるとすると他人の出願証や工事衣装との間で権利関係が抵触するとの蓋然性が高まることが 懸念されるとおこのようなあ理由により洗顔が秘密遺症である場合であっても抗がんの出願について遺症登録を受けることができる期間が過度に延長されないよう措置したものであるとこれがねこのたし書きカッコ書きあの上でいうところのこの紫で、えー、塗ったところの説明ですでもちょっと皆さんあの長すぎてよ、えー、ついてこれなかった人もおるとう思うんですよね 私も嫌いです長い文章ねええー、松山チャルの「長い夜」は好きですけど長い文章は嫌いですえー、えー、なもんですからもう私が開発した語呂合わせでも覚えましょうか「実質延長けてがけねん」ほら「実質延長けてがけねん」と覚えておけばもうばっちりちりばつですね えー、なんでですか先生実践帳決定が懸念だけ書いて丸になるわけないじゃないですかそうですよそれはそのぐらい分かってますよ、ね、じゃあ俺が手で隠して言ってみますからね理由はい、えー、要するに洗顔、えー、権利の権利期間の実践延長防止を図るとともに、えー、権利の抵触の蓋然性が高まる懸念を考慮したものであるとほらもうそれだけでいいじゃんほら、ね、道元ですかいうどんですかいね で、すであー蒸気適応要件を満たせばですね、あの拒絶理由とおなっちょるわけですねほら。悪いことじゃけ、青で塗ると。ね、どうよ、なんか分かってきたよ。な、まあえー、うーん。であの、リズミカルに教えるっていうのは俺のポイントじゃけ、例えばね、こうやって、肥前に出願後に広報みたいな、ほら、ちょっといい、これはピンクでるよ選外だけね。 非然に出願後に後方みたいなねこんな感じで教えていますから覚えやすいんですよええー、あとはねあのー、はいガンズシャヒミねほらガンズシャヒミええー、まあ岩礁図ひな形見本ガンズシャヒミねガンザンドローゼスじゃないですガンザンドシャヒミですええー、ガンズシャヒミの 一部と同一類子ねガンズシャヒミ一部と同一類子ねこういうふうにほらあの重要なところだけをこう塗っていけばメリハリですわなあちょっと分かったやろう俺の進め方ねこういうふうにカラフルになっていきますねうんカラーギャングカラーズじゃありませんからねええー、あの竜がごとくに出てくるねはいえー、っとあとの まあ、最新の改正も黄色で塗ったりしますわな例えばですねえっとちょっと待ってください最新の改正どっか乗っちょらんかのちょっと道見るバッテンええー、ちょっと待ってようん寝てないからねほら寝てないから、うん、ちゃんと見せるよ俺のことね時々ほら寝て教える先生なんかもいるみたいだからね俺寝てないから、はい、よしちょっちゅまっちっくり ああ、なんかねこ法改正ネタねえかなよーしどげんねお改正ネタありましたねちゃんとこういうね皆さんのほら嫌いなジュネーブ改正特例もばっちりちりツでやるよ例えばほら令和あの3年改正ねちゃんと乗っちょるは×点 ねえ。バッテン荒川って感じですよね。はい。で、えー、っと、あのー、前行に規定する出願人が、その出願と同時に、証明書を、あー、事務局に提出。ちょっと俺、邪魔ですね。隣の邪魔だくんって感じになってきましたね。よし、じゃあ、もうちょっとこうすれば、俺も邪魔じゃねえです。えー、その出願と同時に証明書をね、事務局に提出したときは、 長官に提出したものと,すとそうあの今までね事務局に出せなかったんですよ真相令の証明書をねんでかというとあのまあ嫌だからです単純に面倒くせえからですお俺んとこ出すなや各国に出せやみたいな感じだったんですよでもね国際事務局って、あのー、中央集権機関なので、まあ、要するにいろんなことを集中的にあの行っている機関なんでね一番あの 出願人からすれば一番ベストなんですすよ事務局に出すと何でかというとあの木でいうと幹の部分ですから国際事務局というのはで各指定国は枝葉の部分ですから国際事務局に出せばもう枝葉の機関に出したものとみなされるでしょ。 三木に出しとけばこうねその効果がこう及ぶわけやからでも今までは事務局に出,し出さんでくれって言っとったから各国に出すしかなかったんですよ面倒くさいでしょだから事務局に出せるようにしたで事務局に出すと隠して国にも出したものとみなすとそういう取り扱いですわねだから我が国の特許庁長官にも提出したものとみなすとそういうことですよねえー、あとこれ実務的なアドバイスね ちなみに日本とか韓国を指定する場合には DM1 というフォーマットがあるんですけどそこの第15欄で新相例の主張ができます。新相例、グレースピリオド、新規性相数の例がね。ほら、こんな感じであの説明していくんですよ。ちょっと分かってきたえー、どうですかいうどんですかいはい。じゃあ、えー、ミドレンジャーといきましょうか、えー。ミドレンジャーはですね、理由付けじゃけんね。ほら。 理由付けね。まあ趣旨もそうですけど。はい。で、あと青は正し書き。さっきね。あの否定的なところ。あ、正し書きでもいい正し書きは黄色で塗ったりするよ。あの、覗き書きね。例外的な事項否定的な表現。否定的内容。否定的具体例。あ、棒人者ね。アイディア泥棒などの暴人者。悪いやつね。あと、侵害者。悪いやつとにかく。悪いやつ青でいきます。あと、紫もキャラメル。基本的には。ええー。 青と同じ役割を果たしますでメリハリをつけたい場合や、まあ、あの他にも悪いやつがおるということですねあとあの青青のインク切れそうね紫ってね意外と何ちゅうの、うん、あんまりだあの出番がないんでインク切れを起こさないんですよさっきインク切れを起こしてるのね、まあ、補助的に用います悪い側でねえー、まあその他あそうですねな,なんだこれ あーこういうふうにね、こうがピンクあの。登場人物がいっぱい出てくるときはこうやってね、はい、こうピンク、はい、おつー、赤で牛乳、へ、オランゲリオン、ね、エヴァンゲリオンじゃなくてオバンゲリオン、オバンゲリオンじゃなくて、オランゲリオンですね。えー、っとー、キーレンジャーですね。はい、えー、あれああ、そうか、緑は理由付けだからね。はい。で、ぼ、うーん、あれぼで終わり。 じゃあ、己ってやつもいるんですよ、実は。己ってやつもいるから、あげとこうか。ね、己。辰巳ジャンクションの「み」でもありますね。まあ、あの、先生、アホですねと思ってるやついるでしょ。あのちゃんと読めますから、こう、あのね、こう、おつ、へ、キーです、本当は。キーです。そんぐらいね、わざとですよ。ね。先生、アホちゃうかみたいなね。いや、あの、著作権でさ、あのグルニエ大イン事件ってあるやろ で俺わざとダニエル・グイン事件って言ってるんですよ。ねおもしれからあ。そしたらわざわざねご丁寧にご指摘してくれる人がいるんですけどまあありがたいんですけどわざと言ってますからそれね。はい。よっしゃーいーあ大体わかった私は素原骨でス、えー、のスタイルであ進めてまいりますんで。どうよ。ね、えー、大体わかったうん。まあ大体俺の時間もね来た感じだね。うん じゃあ,あとにも,うもう時間来てもうたな。じゃあねちょっと待ってよあと何か見せるものあるあまああと見せるものがあるとしてはねあのレックのレジュメってね、まあ、こんな感じなんですよこれ,これ去年のやつですねあこんな感じであの俺の授業こういうふうにカラフルになっていくからねイメージわかるでしょこんな感じでねカラフルにであの真面目な答案構成が書いてあって 模範とが書いてあるんですよ。それだけですね。でもなんか時系列欲しくないですかなんか。ね時系列欲しいでしょじゃだから俺がちゃんと真面目にですね、あのー、こう、板書をつけましてね。まあこれは安西先生もそうですけど、こうやってほら、時系列をちゃんとつけてね、あの大把握しやすいようにやっていきますから、あその辺はあご安心くださいって感じかね。よーし、じゃあ終わろうかのう。はーい いいでしょだから一行問題もねテキストがさすげえ充実してるしあのー、ねえこうやってカラフルだしね、うん、時系列もちゃんとやるし、うん、であとあのー、何添削もさただ、あのー、その回その回のあ現場で書く答案だけじゃなくてね、あのー、過去問もついとるんですわ、うん、なんかレジュメのえー、っとオプション的な位置づけで。 そ,それの答案も出していいわけですよ、うん、そ,そこまであの結構ねあのやっぱり買い手なんぼっていうところあるじゃないですか答案って買い手出してフィードバック受けてなんぼっていうところがあるからねまあそういう指導方針で指導を受けたいっていう人には本当うってつけあるね、うん、で実績もかなり出てるしねまあど,どんぐらい出てるんですかあのすごい時はなんか過半数出ますようん。 でもど,どうやろうね平均的に4割ぐらいですかね、うん、すごいというかやっぱりもう過半数超えますね、半分以上受かっていますね、はいえーまあ、ただ、あのー、このエルゼミスペシャル、俺と安戦争、結構、あのー、毎年人気はあるんですよ、あのーえー、予,算予算オーバーじゃなくて、転用オーバーするんですね。 えー、だからそうなるとちょっとねえー、っとエントリーシートのあのエントリーシートをちょっといい加減に書いてる人が落ちる可能性があるからよその意気込みとかあの正直にねあの点担当の点数が悪い人が落ちるとかそういうことはないよむしろ正直にね16点でもいいから正直に書いてるあのあもう正直は最善の策ですよ。ねさっきも言ったじゃん人形を重んじりますから私は。ね あの担当の点数が悪いから落とすとかそんなことはしませんよ。うん。誠意が伝わるかどうかです。人気のある人やな、この人はと。そういう人をとあの通していきますから。ね。えー、じゃあ以上で終わりますわ。ね。エルゼミスペシャルのあプロモーションビデオ宮口バージョンね。えー、8月8日、8月8日月曜日。まあ、月曜日ですもん、大体。ね。あ,月あの、あれ、月曜日であるがゆえに。 他のゼミと違ってあの、ちょっと曜日的に不利ですわね。だからあの、収録もしてます。はい、そこはまあ安心してください。だから全部休んでも大丈夫ですよ。極端のというと。ほら。欠席ウェブフォロー付きですから。で、GoTo キャンペーンはあの一切ご利用いただけません。あ、GoGo ポイントです。失礼しました。GoGo ポイントね。えー、えー、ということです。ね。 コード番号 MA23498S まあそんなのはどうでもいいですね。<laughs> よーしじゃあ、あ、あの、ちょっとね、あの合格者一押しみたいなあの、もうちょっと時間ないから読まんけど、一応画像で映しておきますか。あ、俺邪魔だね。ついに邪魔になってきたね、ほら。合格者のね、声。うん。こんな感じでね、喜んでますよね。うん。 なんかもう幸せそうな投師でしょ、えー、エルゼミスペシャル出てよかったんでしょうね。ちょっとあのイニシャルで言われても誰だろうって感じですけどね。うん、はいよーしじゃあ素言コツですわ。ええー、じゃあ皆さんあとはあ現場で会いましょうや。ね厳しくも楽しいエルゼミスペシャルで論文合格を。 勝ち取っていきましょう。ね、ちょっとあの合華発表が合否が分からん段階で申し込みますから、受かってたらね、安心してください。受講料返金制度あります。まあ、ただし、受けた分は戻ってきません。ねあ受けてない分が全部戻ってきます。はい。えー、じゃあ、終わりましょうか。はい。じゃあ、あの、パルテノン神殿じゃなくて、なんだこれ。うん なんかテレビ番組のクイズで外れたら、滑り台で滑って白い粉の中に飛び込むみたいなあ画像で終わります。はいまあ、白いコーナーないけどね。はい、それでは、あえー、2023年度弁理士論文試験対策ゼミ、L ゼミスペシャルの、えー、プロモーションビデオの、えー、宮口バージョン。これを、えー、終わりたいなと。 思っておりますどうもご清聴ありがとうございました